皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。トバです。はい、今日はですね、新年の動画で、紹介したんですけども、配信来てくださった方はわかるかな、そばさんが作ってくれた神社ですね。ね、そう、初詣用にって作った神社。はい。ね、結構いい出来でしてね。こちらの方ちょっと皆さんに紹介したいなって思いまして、そばさんのこだわりポイントとか聞きつつ。そう、なんかね、べーちゃんがこれ動画に出そうよって言ってくれたから。ねえ、なんかわざわざ建物を紹介するのは多分初めてだけど。初めてですね。ねえ。なんで今日はもう建物の紹介動画です、珍しく。はい、では早速見ていきましょうか。はい、お願いします。はい、ということで、はい、まずじゃあ神社に入るところに鳥がね、巨大な鳥居ですよ。これ鳥でも結構ちゃちゃって作っちゃったやつだからさ、これそう、これね、実は配信でね作ったんですよね、そう、ちょっとちゃちゃっと作った、ちょっとね、もうちょっと厚みを出してもよかったんだけど。いや、でもまあ立派な鳥居ですよね。大きさ的にはいい感じにねできております。中にさ、この鳥居のね、中からこう覗く神社がまたいいじゃない、この木が。ねえ、これ木ね、周りの、ここのさ、ワールドがね、いつも雑談しながら、そばが無造作に建築をしながら喋る場所なんだけどさ。そう。周りの建築物が気になるからっていう理由で、この頭皮の木埋めてちょっと目隠ししてるんだけど、逆に良くなったよね。逆に良くなった、なんか、完全にその、神社の本体が全部あらわじゃない感じがいいよね、木で隠れて覗かせてる感じが。そうだ、本当はね、この参道も結構短かったんだけど、伸ばしたこの長さに、そう、この長さになりました。いや、素晴らしいです。はい、いいでしょう。で、まあここを進んでいきましょう。見てよ、みんな、これすごくない、これ建物。このミニにあるのはね、あれですね、これそう、配信でね、今年の抱負ってのを、絵馬のような感じでね、今年の抱負書いたんですよ。これあれ、ぜひ絵馬描きに来たいっていう方はね、言ってくれれば時間を合わせて、そうですね、初詣用にご招待いたしますので。まだ2人分しかないからめちゃめちゃ寂しいですよね。まあ、はい、こういうのがありつつ、ここはね、ちゃんとちゃんころ入れる、おー、さい銭箱ね、ありまして、内装もね、チャラッとあって、ここも一応手動であれがなるんです。おー、なったなった。カランカラン、手動な、手動。まあちょっとやっぱり中から見ようかな。俺の感動ポイントはちょっと中じゃないんだけどさ、ちょっとそれ後で言いたいわ。後で言ってくれる。まあ中はね、こんな感じ。とりあえず、そう、とりあえずな感じ。何を崇めてるか分かんないんだけどさ、ここ。まあ、神様があると。そう。お坊さんがお経を読むところがあって。そう。で、ここ修行僧たちがね、ここ。ああ、座禅を組んでね。聞いたりするとかね。はい。ね、そう、トラップドアの窓っていうか壁がね、そばは気に入ってるよ、これ。
これね、俺ね、ちょっと見てたのよ、作るところ。うん、すげえ衝撃的だったんだよね。最初、ただのなんか壁だったんだよ、ここ。そう。ブロック積んでてさ。そうなの。で、このブロックになんかそばが張り出して、網網を。うん。そんで、なんか張り終わったら、ブロック壊したら、なんと、網網の壁が完成したというね。そう。これトラップドアでね。あ、素材的にはトラップドアっていうやつなんだね。そう。はいはいはい。普通に開いちゃうけど。そう。これでこの吹き抜け感を出したんだな。そう。梁とかも結構ね、こだわったんだよ。あんまり内装ね、触れてないけど。はい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 、天井のあれとかもちゃんと細かく。ああ、なるほどね。うん。ここも模様入れて。上にも模様がちゃんとあるわ。模様っていうかね、そうそうそう。あと柱と梁があるんすいね。いや、素晴らしいですよ、これは。あ、なんかほんとなんか日本のいいね。ちゃんとやっぱり上見ると日本のその日本家屋の作りになってる。もうでもう一番見てほしいのはね、はい、屋根。でも本当そう、あのね、なんと言っても屋根。屋根よ、俺も一番言いたかった、これが。感動したもの。あのさ、屋根ってこの上のせね、あれじゃなくて屋根の内側よ。いや、上のあれもあるんだよ、こだわりが。ちょっと、じゃあ上から行こうかな。上から行きます。うん、じゃあ上から行きましょう。このね、屋根はこの一見ね、はい、無難に瓦積んでるようで、はいはいはい、ちょっと端っこ段差出してたりとか。あ、ほんとだ。そう。あ、こんな風になってたんだ。で、ここの屋根飾りですね。はい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 。あれなんか、うん、屋根飾りいいでしょ。あ、これちゃんとなんかね、真ん中が違うやつになってて飾りになってるな。うん、細かく。ここもね、結構だんだん作ったりとかあるんだよ。あー、ここの内側はあんまり見てなかったけど、すごいな。え、これは何？あの階段のやつ。そうそうそう、あれか、裏返しにしたりいろいろして、うん、昔の建物ってやっぱ細工がすごかったりするからさ。そうね、木組みだったりねして、うん、でまあそういう細工が細かいのが何たるやと言ったら、やっぱこの屋根裏ですよ。内側ですよね、屋根。これすごいよ本当に。俺ね、これ本当最初見た時マジで感動して。うん、あのさ、これなんか俺作ってる過程ちょっと見てさ、作り終わったらちょっと動画撮ろうよみたいな、うん、ちょっと待つよみたいになったじゃん俺。そう、あのね、そう、これもなんか結構ね、あの収録雑談の、そうそう、まあ年末と年明け用の収録をしながら作ってたのよ最初。うん、で、まあそのさっきね、その壁作ってたの見てたんだよって言った通り、壁は作ってたんだよね。そう、まあ、ある程度さ、その壁とか出来上がってさ、うん、あ、もうじゃああと屋根だけじゃんつって。そう、 あと屋根だけでしょって全然待つよつって最初ね、うん、言ってて、なんかで結構ね、もうその時間がいい時間帯で2時3時とかも回ってたんだよね。そう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 、あと屋根だけでしょって言われたんだけど、いや無理だ、今日はもう無理つって後日回ったんですよ。そう、あのもう、あのまあぶっちゃけね、収録が12月30日に
て、うん、30日に撮り始めて、まあ、31日にまたいでて、ね、そうね、年明けのも撮ってて、だ年明けすの撮るんなら参拝用の神社作ろうかなって言ってやり始めたんだけど、でもどうにかちょっと頑張って作るから1日のやつに差し込んでくれって言って、そうなんだよ、あのね、ほんと俺ちょっとマジで舐めてた、あ全然待つよ、あと屋根だけでしょって軽い気持ちで言った俺を殴りたい、いや屋根が多分一番時間かかるって思いながら注ぐ、いやこれすごいよ、だってさ近くで見たらそんな分かんないかもしれないけど、ちょっと離れるとこの立体感、ちょっと離れた時が綺麗だよね、ここね、間近よりね、やばいでしょこれ。いやでもこれもまあぶっちゃけね、動画あの参照しながら作ってるから、そばが考えて作ったわけじゃないから、そこまでね、まあまあにしてもやっぱり称賛されるものではないんだけど、うん、でもあのこれを成し遂げられた喜びがすごいでかかった、そば、いやだろうな、うん、えぐいもん、この角度とかすごいよね、すごいよね、これはもうだからもうぜひもうみんなに見せたいってなって、うん、今動画撮ってるんですけど、そう思う、うちもなんか出来上がってくるのを見たら、最初さやっぱね参照動画見ながらだからさ、はい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 、なんかブロックペン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 って置かれて、んこれがどうなるのどうなるのって思いながら作ってたら、こうなるのってなって、あの作りながら感動がすごかった、結構これはね本当にすごいよ、あいやそっか、作ってる過程で感動したんだやっぱり、ところどころ、そう、うん、あこういうことに、こういう風にここが生きてくるのかとかさ、あの本当にねお勉強になった建築、いや逆にこれ先に一番最初に思いついた人がすごすぎるよ、そう、考えてやった人がすごい、そう、多分だ、あと日本建築にもちゃんと知識あるよねきっと、あるよね、こんな形わかんないもんね、ちゃんと勉強してないと、うん、なんか日本家屋、日本建築、和風建築ってそば手出したことなかったんだけど、うん、うん、感動したねこれは、いやこれは本当にすごいですよ、このね、屋根がやっぱいろんな意味でおすすめ、はいはいはい、ねこの屋根本当にちょっと見に来てほしいわ、そのさあれをこのね、うん、この抱負を書きに来るついでに、そうね、抱負ぜひ書きに来てほしいね、全然もうコメント欄とかでも何でもいいからさ、あ逆にコメント欄残してくれたら書いとくよ、ね、うん、あの目標と名前ね、名前を書かせていただきますので、ええ、もう書いといてくださいって、うん、依頼があれば、で、あのそばの一番のこだわりポイントを言っていいですか、自分なりの、自分なりのがあるんですね、そうこれも配信中にも結構もうあの感動が強すぎてしつこいぐらいにちょっと言っちゃったんだけど、はい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 、夜が綺麗なんですよ、あそうですね、ちょっと一回ちょっと出ましょうか、あ出なくていいです、出なくていいですか、ちょっと夜にしますね、はいはい、ポンと、わかりますか？これね、うっすら建物が光ってんだよな。そう、高原ってね、まあここのちょっと絵馬っていうかね、あれは神々しいんだけど、これがもともとなくて、うんうんうん、ここのライトと中のビーコンと果てのロッドしか光るものがないのよ。はいはいはい、なるほどね、置いて目に見えて置いてあるものとしては、うんうん、だけど全体がちゃんと光ってると、これすごいよな、だって屋根も光ってんだぜ、そうこれね、
頑張ってよ、ちゃんとうっすらぼんやり惹かれるように。これは本当にすごい。ライトアップね、なんかそう、明かりをあんまりやっぱね、仰々しく置きたくなくて、はいはいはい、はい、でも真っ暗だと雰囲気出ないから、うんうんうん、どうしたらいいだろうかってなって、あの光源埋め込みまくりました。これ相当すごいよね。だって屋根裏、そうこれね、ちょっとバカって剥がしたりするともうあらわになるんだけど、屋根裏はねちょっと見せらんないんだけど、はい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 、まあ一番わかりやすいのここの床下かな、一番入りやすくてわかりやすい。ああ、ここちょっとじゃあ一回入ってみますね。うん。そうなのよ、この床下がちゃんとねあるのよ。床下もちゃんと建築されてるんですよ。しかもこの床下にね、この光る光源があることによって、うん、これのおかげで上がねこう、はいはい、光ってると。上が光ってるんだな。なんだっけ、ハーフブロックは通るんだよね、光が。ハーフブロックと、そう、あの階段ね。それすごいよね、ほんと。だからもうね、ここの道路の下も全部埋め込んで、光源。そうなの、ちょっとこれね、外から見てほしいんだけど、鳥居の外から一回見ようか。これよ、道が光ってんのよ。ね、しかもなんかペカーって明かりじゃなくて、このぼんやりやっぱね、薄ぼんやり明るい感じが。これすごいよね。だからこの道路の下にも埋まってるってことだもん ね。道路はね、そう、ベイちゃんもが作ってくれたからさ。作ったっつっても俺はあのあれ引いただけだから。そう、でも手伝ってくれて、ね、あの高原そばが埋め込んでる姿を見たけど。そうそう、この下にもちゃんとあるのよね、高原が。そうなんですよ、いいものが思いのほかね、ええ、いいものが、いや、とてもいいものができたので。いや、これほんとすごいよ。まあ、めちゃめちゃ愛着あるわ。そうね、この建物ちょっとは、ちょっとあれだね、ほんと残していきたいわ、ずっと。うん、ね、できたらね、毎年この時期には、まあなんかね、開いてみんなが参拝に来れるようにしたいよね。ね、徐々にね、集まってくれる人も増えてくれたらいいなという、はい、願いも込めて。そうですね、うん、という紹介動画でした。うん、もうとてもでも楽しかった。そう、見せたかっただけなんだ。うん、ありがとう。でもね、自分が考案したわけじゃないからちょっとあれだけど。いやでもね、これやっぱ作る相当時間かかってたから。まあ、あのクリエイティブだけどね、クリエイティブなんだけど、いやでも本当に建築お勉強になりました、再度。そうですね、うん、よかった、やってよかった、これは。あ、そうなんか、うん、とベイちゃんがめちゃめちゃさ、はい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 、一斉これ神社見た時にすげーって言ってくれたのがもう本当にね、もうにんまりほっこり。いや相当すごいよ、だってこれ。いやー本当にいいものができました。できましたね。うん、ちょっとこれからも建築頑張ってお勉強していきたいと思いますよ。はい、私もね、ちょっと今建築マイクラね、ちょっとね、ベイちゃん前はなんか苦手って結構言ってたんだけど、最近ちょっと楽しさが分かってきたかもみたいなテンションだからさ。そうなんですよ。ね、少しずつ
べちゃんもできることが増えていくと嬉しいなってそばも思いますよ。はい、まあ、全然もうこれから本当に勉強していくんで、まあ、投稿でもやっぱちょいちょいマイクラ動画出そうと思ってますんで、うん、まあなんか話はしてるんだね2人で。そう、ちょっとね、うん、今年やりたいことはね、ちょいちょいもうまとまってるからね、とりあえず最、ね、最初の方はね、今のところは、うん、うん、なのでちょっと楽しみにしていただけたらなと、はい、思います、思います。ちょっと待ってください。あ、鳥居の上のがいいか、締めはあそこの前でもいいよ。じゃああそこの前にしましょう。はい、ということで、うん、まあ、今回はちょっとそばさんの力作を俺がただみんなに自慢したかったっていう動画でした。ありがとう。でもそこまでしてもらえると本当に浮かばれます。ありがとう、はい。まあ、これからもね、本当もうみんなを驚かせるような建築をちょっと、まあ、俺も手伝えたら手伝いつつやっていきたいと思いますんで、楽しみにしといてください。頑張ります。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。